銭形平次、八五郎手柄始め。明神下の銭形の平次の家へ通ると、八五郎は開き直って年始の挨拶を申し述べるのです。明けましておめでとうございます。昨年中はいろいろ。待ってくれ、その口上はもう三度目だぜ。ご丁寧には腹も立たないというが、おめえの顔を見るたびごとに一つずつ年を取りそうでやりきれたもんじゃない。頼むから世間並みの挨拶をしてくれ。もっとも三度目の年始に来た八五郎はかなり酔っております。はい、すいません、悪気じゃなかったんで。余計分の口上は来年の年始に回しておいてくださいよ。何しろめでたいのめでたくないのって今年の正月は別あつらいで。正月に出来合いも別あつらいもあるもんか。そうとも言えませんよ。今年の正月はめちゃめちゃな大当たりで、あっしはもう。八五郎は難解顎を撫で回して曲げ節でのの字を書くのです。低層な機嫌じゃないか。新色でもできたのか。そんなものは珍しくありませんよ。古い借金と新色はついて回るが、小判なんというものはめったなことじゃこちとらの身についてくれません。なんだと？お前はまさか小判を手に入れたわけじゃあるまいな。ところが確かに小判を手に入れたに違いありませんよ。天道様に照らされても途端に木の葉にもならず、両国で一杯飲んだのが崩し始めで、柳原の土手を酒屋と料理屋を一軒一軒飲み歩いて、七八軒目にここへたどり着きましたが、小判というものは使い手がありますね、親分。ペロリと唇をなめて両手を宙に泳がせる八五郎です。呆れた野郎だ。そんな金をどこで拾った？まさか盗んだわけじゃあるめ？あれ、情けない。たまたま稼いで儲けた金を持っているとこうも疑られるもんですかね、貧乏人は。一両は低金だ。おめえにそんな働きがあるわけはね。いよいよ驚いたな。こう見えても知恵を働かせて稼いだ金で、どこへ出しても決まりの悪くない一両小判ですぜ。それじゃ聞いてやろう。平次はむずと腕を組みました。八五郎の人の良さは分かりすぎるほど分かっておりますが、万一にも間違いをさせたくない平次の潔癖さの表れです。訳を話すとこうですよ。本庄花町三つ目通りに江島屋という万両武元の材木屋のあることを親分もご存知でしょうね。うん、知ってると思う。先代は七兵衛、いい男だったが仕事に熱心な男で敵を作りすぎたから悪七兵衛と言われた。なんでも一年ばかり前に日光山御造営のことで間違いがあったとかで行方不明になったはずだが、誰でも知ってるよ。その七兵衛の義理の弟半三郎というのが今の主で、相変わらず材木屋をやっているが昔のようなことはありません。ところでその先代七兵衛の娘におさめさんというとって18になる娘がある。母親は3年前に亡くなり、父親は1年前から行方知れず。叔父の半三郎の厄介になっているが、近頃はいろいろの訳があるらしく、花町の江島屋を出て、父親の七兵衛が好きだった亀戸の天神様の近く、亀戸町の田んぼの寮に一人で寂しく暮らしている。というが、それが、
大したいい娘で、おめえに言わせると年頃の娘はみんな美人だ。ところでこの間は亀戸の天神様へ初詣に行った時、今年の恵方は東の方でしょ。久しぶりに画寮梅でも見ようと田んぼ道を経ると、江島屋の寮の庭へ出た。足と一緒に行ったのは三つ目の竹の野郎で、後で聞くと、かねて銭形の親分かその子分の八五郎を誘ってくるようにと江島屋のお嬢さんに頼まれていたんですって。で、竹の野郎は銭形の親分には言いにくいからと足で間に合わせたと言いますがね、間に合わせは気になるじゃありませんか。まあいい、その先を話せ。お嬢さんに会いましたが、いい娘ですぜ。少しやつれてはいるけれど、利口そうで愛嬌があって、縁側へ向かい合ってかけると日向で梅の花がプーンと匂う。話がくどいな。お嬢さんは足に一枚の紙を広げてみせるんですよ。一年前に行方知れずになった父が姿を隠す前に私にこの紙をくれて、一年経ってから見ろと言いました。一年経ってみたけれど、私には何が何やら少しもわからない。お願いだからこの謎を判じてくださいと。何が書いてあったんだ。文字はたった11。こいつはみんな日本の字だから足にだって読めます。たしのしいけたはのらうとね。なんだ、そんなことか。親分ならすぐわかるでしょ。足はご飯時考えましたよ。幸いお嬢さんと向かい合っていたんで、その紙を逆さに見たらいっぺんにわかりました。なんだ、下から読めばよかったんで。なるほどな、裏の畑、石の下か。まるで子供騙しじゃないか。でもこの謎を解いてやるとお嬢さんは喜びましたよ。今まで 2,3 人に見せたが誰も解けなかった。それでは裏の畑の石灯籠の下に父親が何か埋めたに違いない。日光山御造営のことで江島屋取り潰しの噂のあった頃だから、何千両という金を埋めたかもしれないと。それは底辺なことだな。早速お嬢さんに勧められて、あっしが桑はじめに掘りましたよ。なんか出たのか。石灯籠の下から出たのが小判が一枚。お嬢さんに差し上げると、これは八五郎親分の知恵と働きで掘ったものだから骨折り賃に納めてくれと、どうしても受け取らない。なるほど、それで両国から明神下まではしご酒をやったのか。呆れた野郎だ。ところがそれからが底辺で。何が底辺だ。お嬢さんが裏の畑を勝手に掘っても構わないと言い出したからたまらない。本所中の野獣馬が 2,30 人も押しかけ、桑まで持ち出して江島屋の寮の裏を掘り始めましたよ。世の中には欲の深いやつは多いもんで。おめえだって浅い方じゃないぜ。その一両は江島屋へ返してこい。二部っきゃ残ってませんよ。使った二部は俺が出してやる。ところでおめえはその謎を書いた紙を持ってきたのか。これですよ。いい手でしょ。平次は八五郎が懐から出したもみくちゃの紙片のシワを伸ばしました。半紙一枚、細い文字で優しげに書いた金文字は妙に平次の神経に響きます。これは女の書いた字だよ。それに腑に落ちないことばかりだ。おめえが言ったのは何日のことだ。
今日ですよ。ほんの今朝ほど。まだ日は高い。ちょいと覗いてみよう。石間屋の裏は底辺ですよ。平次は八五郎に案内させて亀井戸まで飛びました。あの通りだ、親分。亀井戸へ着いたのはもう夕方。薄暗くなりかけた石間屋の寮の裏、畑の中にかがりまで焚いて50〜60人のやじ馬がひしめき合っているのでした。そのやじ馬の中にはくわまで持ったのがあり、それぞれの道具を持ったのや、それとはなしに棒切れなどを持ったのや、老若男女を込みにして石灯籠を中心に2〜3反歩の畑をめちゃめちゃに掘り荒らしているのです。さあさあ帰ってくれ。誰に相談をして人の土地を掘り荒らすんだ。もぐらの真似はもうごめんだ。さっさと帰らないと、お上の手を借りて退散させるぜ。縁側の下に突っ立ってふんふんたる声を上げるのは、石間屋の当主の半三郎でしょう。40前後の精力的な赤い顔。こんな男は本当にどんなことでもやりかねないでしょう。お前が悪いんだ。なんだってこんなことをさせたんだ。今時の畑の中からはミミズも出るわけはない。さあなんとか言え。振り向くと、半三郎の後ろには打ちのめされたように若い娘が震えております。先代の娘八五郎に謎を解かせたおさめというのでしょう。青白いが品のいい顔、打ちしおれておりますが、顔を上げるとキッとした英知が眉の間を走って、美しくはあるが何様ひとかどのものを感じさせる娘です。さあ皆様、おじさんがあんなに申します。どうぞ帰ってください。そこにはもう何にもありません。という声も半三郎に強いられて幾度繰り返したことか、もう絶え絶えです。いや、続けてもらおうか。その石灯籠の下にはまだ桑は入らない。灯籠はどかせてもいい。こう声をかけたのは平次です。ここへ飛び込んで、平次は野獣馬の群れを前から手を挙げてこう言うのです。お前は誰だ。何の訳があってそんなことを言うんだ。明神下の平次だよ。さあ皆の衆、もう一息。石灯籠はひっくり返されました。4つ5つ提灯が集まりました。石灯籠の真下を2尺3尺と掘り下げると、あ、出た。それは小判でも千両箱でもなく、荒むしろに包んだ人骨、半ばさらされた浅ましい死骸ではありませんか。野獣馬の大群はどっと散りました。八、江島屋七兵衛殺しの下手人半三郎を逃がすな。平次が声をかけると、御用。八五郎は猟犬のように飛びついて、威張り返っている半三郎を取って押さえたことは言うまでもありません。振り返ると、縁側に降りた先代の娘おさめは、平次の方を伏し拝んでおります。何が何やら訳もわからぬ野獣馬は、八五郎の声に驚いて、夕闇の中にバラバラと散っていきます。これは一体どうしたことなんです、親分。
半三郎を土地の御用聞きに引き渡して帰る道、八五郎は尋ねました。一年前の日光山御造営の間違いは半三郎のこしらえ事だったのさ。後で七兵衛の無実は分かったが、その時はもう七兵衛は行方知れずで、江島屋は半三郎が乗っ取っていたんだよ。娘のおさめは父親が半三郎に殺されたに違いないと思い、一年前寮へ半三郎と一緒に来たっきり行方知れずになったんで、裏の石灯籠の下の土饅頭が怪しいと睨んだ。小娘の力ではそれを掘るわけにいかず、その上近所には半三郎が睨んでいる。そこで変な謎をこしらえて、おめえを呼び寄せて謎を解かせた上、石灯籠の下を掘らせたんだよ。あの謎はあんまり下手すぎたし、字は優しい女の子の手だ。おめえでも解ける謎はまずあんなもんだろ。そして大勢のやじ馬を呼んで石灯籠の周りを掘らせたんだ。ところで半三郎は？七兵衛殺しの大悪党だ。それも器用に縛らせたおさめという小娘は大したもんだよ。足の初手柄も大したもんでしょ。相変わらず顎を撫でる八五郎です。両国の橋の上、夜の水を渡って筑波おろしが頬を撫でます。